ちら立ってください。はい、行きます。シーナの盾と呼ばれる紬と、はいはいはい、大体わかるでしょ、一緒にやるよ。はい、行くよ、せーの、シーナの矛。足が違うんだよな、こうじゃないんだよな、こうなのよ。行くよ、シーナの矛と呼ばれる桜花がいるんだ、負けるわけないよね。しりのすけ、もし勝てたとしても俺たちはどれだけの家族や仲間を失うと思う。シーナだって疲弊しきり、他国の餌食だ。それじゃ目も当てられないだろ。だが意地ってもんがある。だからだよ桜花、その意地がお前を七人に追い込む。お前はシーナになくてはならない人間だ。なんなんだおめえは。紬に手出すやつは何人たりとも許さねえ。どけ。お主ほどの者が出し抜かれたか。シーナは小国なれど、シーナの盾、シーナの矛と恐れられる者がおります。シーナの盾とシーナの矛、噂は耳にしていたのですが、そやつらがこれほどの力を持っているとは。主膳、油断をいたしました。まあよいわ。これまでの采配が鮮やかすぎたのだ。この後の戒めとせい。待たれ。お主らここで何をしておる。あんた誰。拙者か。拙者はシーナ家の莫大なる隠したい法を守る忍者百太だ。超迷惑。これじゃ奇襲がかけれないよ。どうする、一旦引く。いや、奥で主膳が待機してるんだ。とにかく奇襲をかけて相手を惑わせないと。でもこんな銃弾の雨の中出ていたら蜂の巣にされて終わりだよ。あれだ、あれて崖。そうだ、崖がなんだ。あの崖から突っ込んで敵の横っ腹に切り込む。いやいやいや、あんな崖駆け降りれるわけないじゃん。赤も休み休み言ってんだ。お前らがそう思うんだったら敵もそう思う。完璧だ。おーだ、おーちょっと危ない。姫のお最後に合わせず申し訳ありませんでした。伝兵衛様、大岡が生きていました。見つけたのか。しかし今は元州の家来に。なぜ。理由は一つしか思いつきません。雫が人質に。ええ、これから姉さんを助けに行きます。何。あ、ちょっと待て。ちょっと待ってよ。失礼するでござる。雫が生きていたと知れば無理もないが、だが雫、姫様はお亡くなりになった。お前はどうする。こんなやり方私は許しません。え、私一人のために一体どれだけの人が犠牲になったのですか。姉さんが言ったんだろう、大切なものを守るために強い心を持てって。だから俺は。もう行きなさい。私は大岡殿の迎えを待ちます。恐るべきは紬、奴の動きを警戒すべきです。主膳様、どうだった。紬の本体が城から出てこちらへ向かった模様。やはり後ろをつくつもりだったか。うん、後ろをついたところでこの元首負けはせぬぞ。そこなのです。後ろをついたところで我らの半数以下の兵力で勝機をつかめると思ったのか。罠か。何か罠があるに違いないと考えるのが当然。しかし逆にそれを利用し我らをここに留め、何か他に策を弄しているのか。お主をもってしても読み切れぬと。ですが何より重要なことが一つ。申せ。紬は今我らの手の届くところまで来ている。これは千載一遇の好機。この後も奴を生かしておけばお家の苦戦は必定。多少の犠牲を払ってでもここで紬を捕らえるべきかもしれませぬ。策は。この時のために鍛え上げておきました。今俺が元州家を抜けたら雫さんはどうなる。お前と俺で元州を倒せばいい。俺たちが組んでも元州には勝てない。だから俺が元州の元でのし上がり、お前や雫さんたちを助けようと。あいつになる。
は？それはいつになると聞いているんだ。それはわからない。だけど俺が必ず待っていられるか！そんな希薄な望みにしがみつくほど俺は愚かじゃない。だからつってこれ以上シーナの民が苦しんでいいのか。人々を死なせ悲しませそれで得たものに何の価値がある。それは偽善だ、丘。何かを得るにはそれなりの犠牲が必要だ。全ては計算通りというわけか。主膳様、大岡様、